はい、こんにちは、まやチャンネルまやです。はい、今日はですねアドベントカレンダーの続きやっていきましょう。前回ね12月1日からやったので2日から本日の10日まで全部開けたいなと思います。はい、でね、ここでちょっと残念なお知らせがございまして、はい、全部開けてしまいました、うん、すいません。っていうのは撮ってるかと思って、うん、開けちゃったらカメラ回ってなかったの。やってしまった。これね、初めてかもしれない。ここまで盛大にやらかしたの、うん、豪快にさ、全部開けてさ、お、これだね、お、これだね、お、これだね、なんつってたらカメラ見たら回ってなかったっていうね。衝撃だったよね。衝撃だった。まあ、でも作ってはいなかったんだね、うん、あとチョコも食べていなかった。食べてなかった。よかった。なんで、うん、作っていきたいなと思います。はい、はい、はい、ということで出来上がりました。まずこれは2日目だね。うん、サビーヌ・レンですね、これは。あの、スター・ウォーズ反乱者たちに出てくるキャラクターだね、うんうん、ちゃんとこの髪の感じとかね、色分けされてていいね、うんうん、いい感じで、顔をくるりと回転させるとちょっと怒ったような顔になりますね、うん、はい、3日目はこちらでした。これね、ファントムだね。お、1日目に出たこのゴーストの後ろ側、ここについてるやつ。あ、ちょっとスケール的に合ってないんだけど、うん、これファントムだね。続いて4日目ですね。4日目はこのキャノンだね、うん、地面に置いてこう撃つやつだね。あ、対空なのかな、ちょっと分かんないけど詳しくはね、うん、5日目はこちらですね、うん、これ多分キャシアン・アンドだね、うん、ローグワン出てきたキャラクター、うん、なので4、5はローグワンかなって感じだね。続いて6日目ですね、これはファーストダストムトルパーを乗せるためのシャトルだね、うん、あのエピソード7の最初に出てきたやつ、こっからゾロゾロとさ、ストームトルーパーが出てきた、うん、あれです。あれか。7日目はこちら、ファーストオーダーストームトルーパーですね、うん、これミニフィグだけでなんとブラスター持ってないんだね。そうだね、ちょっと意外ですけども。続いて8日目はこの武器庫みたいなやつだね、うん、これはね毎年アドベントカレンダーついてくるから、あ、まあ、何どこで登場したものか全然わかんない、うん。はい、続いて9日目これね、レイのスピーダーですね。あ、レイがジャックで乗ってたあのスピーダー、うん、うん、あのスターデストロイヤーの横フォーモーって飛んでてたやつ、 あれですね。10日はこのミニフィグですね、はい、これはね、あのジャックの砂漠で BB-8 をこの取ろうとしてた、あのなんて言うんだろう、コソ泥じゃないけど、まあそういうやつ、 BB-8 をさまよってた BB-8 をこう取ろうとしてたやつね、あ、うん、あれだと思います。はい、ということでスターウォーズレゴアドベントカレンダー2日目から10日目でしたね、はい、結構揃ってきた、うんうん、でやっぱり映画ごとに分かれてる感じ、うん、で今はエピソード7に入ってきてるかなって感じだね、はい、これからずっとそうかもしれない、うん、ちょっと分かんないけどね。次回は11日から17日まで、来週の日曜日開けたいなと思います。はい、じゃあしんくんお待ちかねのチョコ開けちゃって、はい、10日目何かな、ベル、ベルか、うん、じゃあこっちもね、楽しみ毎日食べてるからね、うん、やっていきましょう。はい、はい、ということで今回はアドベントカレンダーの続きでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達に教えてください。口の中入ってるでしょ、うん、無理に言わなくていいよ。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。